97. 九十七連言四接続詞よん他は眠りテレビがついていたのに彼は寝入った He stayed a while, although it was late. もう遅かったのに、彼はまだ残っていた。He didn't come, although we had made an appointment. 約束していたのに、彼は来なかった。The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. テレビはついていた。にもかかわらず彼は寝入った。もう遅かった。にもかかわらず彼はまだ残っていた。私たちは約束していた。 にもかかわらず彼は来なかった。免許を持っていないのに彼は車を運転する。道が凍っているのに彼は早く運転する。Although he is drunk, He rides his bicycle. 酔っ払っているのに彼は自転車で行く。Despite having no license, he drives the car. 彼は免許を持っていません。にもかかわらず自動車を運転します。Despite the road being slippery, he drives fast. 道が凍っています。にもかかわらず彼は早く運転します。彼は酔っ払っています。にもかかわらず自転車で行きます。大学で勉強したのに 彼女は仕事が見つかりません。痛みがあるのに彼女は医者に行きません。お金がないのに彼女は車を買います。 Nevertheless, she can't find a job. 彼女は大学を出た。にもかかわらず仕事が見つかりません。she is in pain. nevertheless she doesn't the in pain doctor to go 痛みがあります。にもかかわらず彼女は医者に行きません。She has no money。Nevertheless, She buys a car. 彼女はお金がありません。にもかかわらず、車を買います。